にプレミア最速ランクに桁違いのモンスターが出現する。ミッキー・ファンデペン、彼は災害だ。たった一人結出したスピード。エンバペは2024年ユーロのポルトガル戦で自己最速の 36.5 キロを記録したが、ファンデペンはそれよりさらに 0.6 キロ速い。ファンデペンってこんなに速いんだ。マジベイル。ベイルよりも速く見える。なんだこのでかくて速くてスケベなセンターバックは。鎧の巨人。実際トップスピード最速出してる選手だし、エンバペより速いだろな。これがミッキー・ファンデペン。昔トッテナムにサイドバックから爆速ウィンガーになってレアル・マドリードに行ったガレス・ベイルって選手がいたな。ファンデペンはマドリーでもスタメン取れるレベルにあるけど怪我がな。マドリーが左利きのセンターバックでシュロッター、バストーニ、ハト、ルケバの中の候補に加わっただけでスパーズから選手獲得するのが一番難しいと思うから実現しないと思う。ミッキーが市場に出る可能性はどれぐらいありますか？まだ契約長いしそこまで金出せるクラブないと思う。オランダはこれとか行くやろ。点取れるビジョンが見えない。